小堀誠一は、将棋騎士、九段、神奈川県横浜市出身。金子金五郎九段門下。1929年、神奈川県立工業学校5年で、金子金五郎門下で、新進騎士奨励会入り。1936年四段、1952年に39歳で八段に、上る。1953年に、AB 級選抜戦、優勝。 1956年には当時一般規制だった大座戦で高島和樹を破って優勝。翌1957年も準優勝。1984年に公式戦の累計少数による商談規定が新設されたことに伴い、規定の価値数に達していた小堀が72歳で球団に商談した。1987年に引退。 1996年に肺炎で死去、修正独身であった。明治生まれの騎士で最も遅くまで現役を続けた。現役最後の1986年の順位戦の成績は2勝8敗。当時15歳の羽生義晴四段とも当たった。破れはしたものの一時まで熱戦を繰り広げた挙句に。 翌日の午前8時頃に清掃員に止められるまで乾燥戦をしていたという。70歳の時の第40期順位戦 C 級2組で7勝3敗の成績を収め、有吉道夫に破られるまで順位戦勝ち越しの最年長記録であったとされている。研究熱心で知られ、将棋学徒と,と呼ばれた。4段の時に小堀流という腰掛け銀戦法を考案して、 腰掛け銀定石の基礎を築き、現役中は腰掛け銀戦法をずっと愛用し続けた。前述のハブとの対局でも戦型は相掛かり、腰掛け銀であった。また、先手の横取りに対して、後手で小堀流四二玉戦法を愛用し、引退まで指し続けた。また、無類の将棋好きで、大山やスハに将棋を教わろうと、大戦が滞在していた。 熱海の旅館までいきなり押しかけたという逸話が残っている。騎士となった弟子に、津村常吉及び川口俊彦らがいる。ありがとうございます。